こんにちは。こんにちは。ヤパンです。ヤさんです。はい、じゃあ今日はね、恒例の企画いきましょう。日本全国の名物を食べていこうという企画でございます。というわけで今日は、第3回目は群馬県というわけで、ね。群馬県か。はい。私は群馬県についてもあんま知識ないかも。正直言うと私も群馬県には詳しくありません、全く。お、そうなの？はい、まあ、何でも知っている方じゃなかった。何でも知っているヤパンでも知らないことはございます。そしたら何でも知ってるのヤパンじゃないじゃん。それもう返上します。もうお返しします。ほぼ知ってるヤパン。はい、いろんなこと、うん、ちょっとだけ知ってるヤパン。はいはい。はい、じゃあ地図からいきましょうか。はい。はい、関東でしょ？そうですね。群馬県は関東地方のここですね。まあ、いわゆる海のない県ですね。海に面してない真ん中あたりにある県と。東京にも近いので。そうなんだ。そうですね。交通の便としてはかなりいいと思います。東京とかから行くのはね。詳しく群馬県を知るこれです、みんな大好きダイソーさんで買いました都道府県を知ろうカルタ。難しいよあれ。これにね、これは群馬県です。皆さん、いや、わかんないよ、ね。これに関連してあるのは、富岡製糸場と絹産業遺産群が世界文化遺産に登録されている、高崎はだるまの生産地として知られる、草津温泉など温泉も有名と。日本って世界文化遺産が結構多いな、結構多いし、この富岡製糸場って結構最近、何年か前に世界文化遺産になりました。なるほど。はい、あとやっぱ有名なのは草津温泉ね。草津温泉、温泉が有名です。観光地か。そうだね、やっぱ観光のメインは草津温泉なんのかな。なるほどね。でまあこれはね、多分その群馬の形なんだけど、山ばっかです。ここがほとんど、高い山でできてで、平地っていうは言うとこ結構かなり少ない。だるまが有名なんですよ。あ、本当？なぜ？ヨンちゃんだるまを知っています？知ってる。あ、知ってんの？だからこの赤い手丸の、そうそう、そういうなんかおじいちゃんみたいな顔。そうそうそう、まあおじいちゃんの顔なんだけど、なんでって、一番多く作ってるのはここなんだ。あ、そうなの？日本で、ね。有名なね、名物でだるま弁当とかいうのがある。だるま弁当って何？まあ、多分だるまの形したお弁当に、なんかカバって開けて中にお弁当が入ってるんじゃない？美味しくは見えないじゃん。入れ物の形がだるまだけだから美味しいお弁当なんだろうけど、それもなんか教えていただいたんですけど、さすがにちょっとそれは手に入れられなかったんで、今回はそれはいただかないんですけど。ちょっと気になるけど。そうそう、だからやっぱ ね、そういうのはやっぱり現地行って食べなきゃいけないんですけど、で、まあ、今日は他にね、有名なものが、2つあったんで。手に入れた？それはなんとギリギリね、手に入れられたんで。結構難しかった。結構ね、いろいろ教えていただいたんですけど、なかなか手に入れられないものが多くて、なんでまあ今日は2つ用意しましたので、よかった。まあ、また作りながら食べていきましょう。はい、レッツゴー。はい、はい、というわけで、まず、今日も、食事と甘いもので構成されております。甘いものって言っていいのか俺はあんま知らないんだけど。甘いものないの？あります、あれは。ありえないよ、あれは。でまずね、お食事がこれですよ。え、何それ？ひもかわうどん。うどん？うどん。細っ。あ、細いじゃなくてぴったこだ。そうそうそう。へぇ、帯麺。何あれ。だからふよんちゃんとか私がよくしてるうどんは、こういう細いでしょ。これはもっとね、太くて、帯これぐらい平らなんですよ。これがね、あったんで、まあ、他にもね、美味しいおうどん、有名なおうどんあったんだけど、それは美味しいぐらいでちょっとインパクトがなかったんでね、ちょっと見た目的に変わってるこのひもかわうどん。確かに変わったな。でしょ、これをね、作ってってもう茹でるだけですね。どうやって食べるの？これも普通のおうどんと一緒ですよ。まあ、冷たいつゆでいただいてもいいですし、温かいおうどんにしてもいいですし、まあ、今日はちょっと簡単に冷たいつゆでツルツルといただこうかなと。はい、じゃあちょっと作っていきます。はい、というわけで準備してきました。
ああ本当に麺がぺったんこだな。こんな感じでね。この間食べたほうとうとちょっと似てるかも。確かにね、うん、あのこの間食べた山梨のほうとうに近い気はするね。うん、すごい。でもこれはね、なんか冷たい食べ方とか、うん、温かい食べ方とかできるんで、うんうん、じゃあいただきます。うん、これ麺じゃなくて、麺とは思えないな。食感が全然違う。ちょっと餅と言ったらいいかな。うん、美味しい。美味しいね。うん、でもうどんとは思えない。味はうどんだ。味はうどんけどさ、うん、食感が全然違う。確かに。うん、なんだこれ。お餅なんか、なんとも言えない。ほうとうよりはもっと、うん、幅広いよね。うんうん、ほうとうもこう幅広いやつだったけど、もうちょっと小さいから、うん、あれこれ美味しいわ。うん、うん、確かに味はうどんだよ。うん、味はうどん。食感が全然違うから全然違う。面白い。なんかね、うん、うどんのズルズル感がないね。うん、そうだね。ちょっとずつ食べていかなきゃ食べれない。ズルズルズルっていきたいけど、ズルズルの楽しさが、うん、ないないね。うんうん、だから食べるのがちょっと大変。確かに。1回ずつ1回ずつ入れていかなきゃいけない。そうだな。うん、だからもしかしてこれ冷たいやつより温かい方がいいかもしれない。うん、ああ、うん、進むのがちょっと安いの。そうそうそう、なんかね、うん、冷たいおうどんとかおそばってこうなんか刺さっていきたいじゃん。うんうんうん、なるほどね。これちょっとなんかゆっくりゆっくり食べなきゃいけないから、うんうんうん、面白いな。今の麺の種類がたくさんあるよな。ある。ただなんでこれが生まれたのかがわかんない。あ、そうなんだ。結構私今までいろんな種類のなんか麺食べたじゃん、日本で。でもそれぞれもまあ美味しかったけどさ、うん、確かにこういうものは誰かが初めて作ったかなとか気になる。きっかけがね、うんうん、気にはない。うん、まあ前もちょっと言ったけどさ、日本人は食べ物に本気だよ。そうそうまあ私たちにはありがたいんですけどいろんなことできるからね、うんうんうん、はい、はい、というわけで今はひもかわうどんいただきましたけど、うんうん、じゃあ次はお待ちかねの甘いもの。甘いものか。甘いものと言っていいんでしょうか。私は食べたことがないんですけど。ああのキャラクター、有名なキャラクターじゃん。ぐんまちゃんですね、うん、かわいい。もう群馬といえばぐんまちゃんの焼きまんじゅう、うんうん、焼きまんじゅう。はい、と焼いたまんじゅうですか。私はちょっとよくわかんないんですけど、蒸しパンのようなふわふわした生地を焦げ目がつくぐらい焼いたら、甘じょっぱい味噌だれをかけて食べると。甘いんですけど、まあ、味噌風味なので、うん、デザート半分、おかず半分ぐらいの食べ物じゃないですかね。まあ、これもね、簡単に、調理して食べたいと思います。少々お待ちください。はい。へえ、美味しそう。これが焼きまんじゅうでございます。香りがすごい。これね、セットで入ってて、うん、まんじゅうを蒸して、あの、このままでもいいよって書いてあったんだけど、うん、蒸したり、うん、電子レンジで一回温めてから焼いてくださいって。おお、はい。で、この味噌だれもね、うん、一緒についてて、あ、そっか、この味噌だれ塗りながら焼いたら美味しいよって書いてあったんで、どうぞそのまま。味噌だれは初めてかも。そうか。うん、もうこれね、やっぱ香りがいいね。うん、味噌だれ。パンパンかな。みたいだね。うん。うん。うん。うま。うまい？うん。わそう。うん。これは私もわかんない。手でいきますわ。味噌のタレってね、うん、なんか味噌汁と全く違う味がするんだな。味噌汁のお味噌とはまあ、うん、似てるけど違う。うん。うん。あ、美味しい。美味しい。うん。美味しいです。うわ。うん。もう何と言えばいいの？完全に初めて食べてるの味？難しいね。うん、でもパンみたいな感じだね。うん。パンにお醤油とかお味噌の味。うん、美味しい。うん、プラス砂糖の味もして、これ美味しいです。そんなに甘すぎるもないし、うんうんうん、そうそう、うん、これ本当に無限に食べれる。無限に無限は俺だと無理だけど、うん、中がふわふわしてるから、ね、うん、美味しい、うん、美味しい。やっぱデザートになるかな、そう思うよ。
甘いもんね、うんうん、お味噌のサレがポイントだな、うん、そうだね、うん、何とも言えない美味しさです、うん、はい、というわけで今日は群馬県の名物のひもかわうどんと焼きまんじゅういただきましたけど、うん、もっと食べたいな、やっぱりちょ2つで足りないな、ちょっと気がするな、まあ、確かにね、うん、本当はね、うん、こんにゃくとかもっと有名なものはいくつもあるんだけど、うんうん、なかなかね、うん、こんにゃくを、うんうんうん、食べても、まあ、美味しさが私たちにはちょっと難しいじゃない。あ、そうなの。なんかこんにゃくも美味しいものはすごい美味しくて、うん、なんか香りがあったりいろいろあるんだけど、うん、ちょっとねリアクションが取りづらいので、うん、今日はまあ見た目的に分かりやすいのを選んだり、うんうんうん、あとやっぱ現地で食べないと手に入らないものとかもあったんで、うん、本当だったらまあ温泉にね行った時にとか、うん、ついでに食べれたら今度はねいいかなと思うんですよね、群馬行くなら、うん、はい、というわけで今日は群馬県の、情報とか食べ物とか紹介させていただきました。またこれまたね、うん、本当は群馬県住まれてる方とか、うん、もっと詳しい方から知ると、うん、もっと穴足りないのとかね、うん、あるかと思うんですけど、またまた僕らも勉強不足なので、うん、また教えていただければありがたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。またねー、またねー。